どうも、名前です。はい、またプレミアムバンダイさんから商品が届きました。はい、まあ、こちら見たことあると思いますよ。スマートブレインということは、今日はこれですね。てるるってるー。はい、はい、こちらこれです。おー、目が光ってる。はい、こちら、コンプリートセレクションモディフィケーションデルタギアですね、が届きました。まあ大人用のベルトですね。はい、まあこれでデルタギアが出たということは、まあ、ファイズギア、カイザギア、デルタギアが全部出たということでございますね。はい、俺ね、デルタギアはね、当時とか触ったことないんですよ、全く。なんでこれが正真正銘初めてです。本セレンな、うん、当時とかは買ったりもしなかったんで。はい、とまあなんか説明書ついてますね。説明書と、おお、現状入ってます。こんな感じで入ってますね。なんか意外と内容量は少ないかもしれないですね。まあでも大人用なんでしっかりと、おお、あれですね。ちょっとまあ出してみますか、とりあえず。まあ多分どうせまた電池がいると思うんで。おお、わー、かっこいい。はい、これですね。これがベルト部分です。まあ大人用なだけありますね。裏こんな感じ、すごいね。電池は入ってないんでいるんですけど、これと、あとは、あ、これか。これはあれですね、ファイスとかありますけど、これはもうベルトのここに、こんな風に、こういう感じですね。はい、と、これと、これですね。これでしょ？今回これで変身って言うと、こうやって、デルタね、そうそうそう。携帯じゃなくて、この、なんていうの？銃みたいなやつ。これで、今回音声認識で変身って言うと、反応してくるらしいですよ。おー、なるほど。これも電池がいるの、あ、いるそうだね。はい。と、これはなんだ？おー、おー、なんか分厚。あ、これあれじゃね？あ、これあれじゃない？多分、これ多分、銃のあれにくっつけるやつだね。あ、こうだ、こうだ、こうだ。これこうだ。これくっつくんじゃねえか。お、やっぱり、これほら、テレビでこれ撃ってたね。なるほど。あー、まあ見ないとわかんないですけど、どうやって外すんだ？これか。よいしょ。これと、これは多分これをつけるようだと思うわ。ああ、そうだね。こういう風につけるやつだわ。まあ、ベルトの横部分かな。あとはこの、ベルトの留め具のやつですね。はい、これだけですね。というわけで、ちょっと、説明書見たいんで、ちょっとお待ちください。はい、とりあえず今全部電池入れました。で、まずこれから、デルタフォンの遊び方から、これね、こうなってるんですけど、これ裏に電源のこのスイッチがあるんで、これを押すと電源入ります。電池は電源差し入れます。光った。はい、これで4分になりました。で、これもマイクとトリガー、あとね、BGM ボタンと、まあ、セリフボタン。そうですね。あと、ま、セリフ、あとスピーカーがあります。で、BGM がね、5種類入ってまして、ちょっと順番に鳴らしていきますね。まず1がね、ファイズ反撃っていう BGM なんですけど、いきます。こんな感じ。次、2番がね、オルフェノクの支配ってやついきます。あ、1回押すと止まるのね。で、2番いきます。オルフェノクの支配。こんな感じ。あ、なんか流れてたって言えば流れてたね。3番エラスモテリウムオルフェノクっていうやつの音楽です。
これは聞いたことありますね。これが3つ目。4つ目がね、EGO グロージングオーバーっていうのかな、多分曲かな。こんな感じです。ちょっとあんま長いと動画に収まらないんで、ちょっとで最後ジャスティスファイズアクセルミックスってやつですね。こんな感じです。おー、BGM はこの今の5つですね。はい。で、次はセリフ遊びなんですけども、このちっちゃい三角、これを押すとセリフで、三原修司と、あと北崎のセリフが入ってます。で、三原修司のセリフが全部で28種類で、北崎が44種類ありますね。なるほど。じゃあまず、その三原修司のセリフちょっとパパッと聞いてみましょうか。あのさ、俺そろそろ家に帰ってもいいかな。バイトの時間なんだけど。どんどん行きます。だって俺がいたってどうなるもんでもないし、それに関わりたくないんだ。こういうこと忘れたいんだ。流星塾のこと、俺ただ普通に生きていきたいんだ。おお、こんな感じで28種類入ってます。でこのセリフボタンを長押しすると北崎モードっていうので、ちょっとやってみます。あ、これ聞こえたかな。いきます。教えてよ、何がそんなに面白いの。僕には面白いことが何一つないんだ。教えろ、何が面白いんだ。何がそんなに楽しいんだ。どう、最近なんか面白いことあったねえ。どうなのねえ。おお、なるほど。こんな感じで44種類入っていますね。これがまあセリフの遊び方でございます。じゃあ次、まずね、変身前状態の遊びってやつがあるんですけども、まずコール遊びっていうのがあります。変身状態前でアンテナを操作させる。コール音が鳴り、アンテナの LED が光ります。ああ、ここがね、ここ、これを上に上がるんですよ。いきますよ。お？ちょっと待ってね。ああ、電源落としてたわ。いきます。ああ、こんな感じで、そういうものです。で、次、デモンズスレート遊び。ああ、なるほどね。三原モードの時にセリフボタンの BGM ボタン。ああ、変身前状態で、このセリフのボタンと BGM ボタンを同時に押すと、デモンズスレート、電撃音が鳴るっていうことで、じゃあ行きます。おお、クーガのライジングみたいな音ですね。であとオルフェノク遊びっていうのがあって、これはちょっと待ってくださいね。ああ、行きます。これセリフをね、北崎モードにした時になるんですけど、これまた同調子です。あ、これオルフェノクの変身の時の音じゃないか。だから3つがあって、次がね、会話時の効果音。あ、
次がね、変身、オルフェノク変身解除音。あ、なるほどね、こういう感じだ。あ、音声入力遊び、変身前状態でデルタフォのトリガーを引き、マイクにこう入力すると対応した音声が鳴ります。まあ、あとは変身とか数字とか言うと、あ、なるほどね。ちょっと変身のやつやってみましょうか。あ、なるほど。これを、あ、これここに入れんのか。多分ここだ。ここに、これで変身って言ってここに刺すと、デルタに変身できるらしいです。ちょっとやってみましょうか。で、なんかこれトリガーを引いてるときだけは、音声入力受付状態になるらしいんで、まあ、マイクに向かってはっきりと変身って言うと、スタンディングバイの音声が鳴るらしいです。じゃあちょっとやってみます。変身、あれ、エラーだよ。なんでエラーなっちゃった。マイクどこ。変身、これでここ入れると、いきます。おー、すげえ。テレビと同じだ。変身ってやって超えると。なるほどね。これでデルタに変身するような形で。本当はベルトつけてやるんですけれども。なるほど。ワードがね、5つあるんですけど、まずじゃあ1個ずつ言ってみるか。ファイヤーって言うと、バーストモードになります。いきます。ファイヤー。あれ？俺の滑舌がおかしいの。俺もいきます。ファイヤー。え？赤。ファイヤー。俺の声を受け付けないだと。ファイヤー。あれ？ダメだな。ファイヤー。あれ？エラーになっちゃうな。ファイヤー。これだ、バーストモード。で、これでトリガーを引くと、最大12回の銃撃音になります。で、これ13回目以降は玉切れの音が鳴るらしいです。あ、本当だ。なるほど。で、チャージっていうと玉がチャージされるらしいです。チャージ、あれ、チャージで、あー、なるほどね。俺の滑舌の問題だと思うんですけど、これでまたチャージされましたね。これしかも、あ、出るんだ。あ、これベルトの LED と、あれだ、連動してるわ。これなんか、待って、光るらしいんで、ちょっとやってみようか。まずちょっと一回やってみようか。いきます。これ入れると。お、伸びた。これで、チェックって言うと、チェック。で、トリガーを引くと、ひさだざ。なるほど。あー、なるほど。で、これそのなんていうの、デルタのマークが壁に映し出されるらしいんで、それちょっと暗くしてみてみましょうか。はい、今ちょっと暗くしたんで、ちょっと映るかどうかやってみます。チェック、来た、行きますよ。あれ映んないのこれ。あれ、ちょっと待ってくださいね。すいません、調べたら映らないようでした。俺の勘違いでした。すいません、すいません。デルタのやつは映らなかったですね。はい、ということで、これは解除するときはここのね、ここにトリガーがあるんですけど、これ引きながら離すとこれで外れます。で、変身解除なんですけれども、ベルト近くで
ベルト近くでセリフボタンと PGM ボタンを同時に押すと、LED が光るらしいです。いきます。ああ、ほんとだ。これで変身解除ですね。なるほど。で、なんかね、俺の声がね、あんまり認識されないんですけど、なんかね、これって音声を個別認識しない特殊モードっていうのがあるんですけど、一回電源切ります。で、あのなんかね、セリフボタンを押したまま押したままの状態で電源を押すと特殊モードっていうのが鳴るらしいですね。で、これ何かしらの音声に入力すると何かしら言うと反応するらしいです。これでオンにすると、今押しっぱなしですね。これで電源入れると、これが特殊モード。本当？あ、本当だ。なるほど。あって言ったら変身できてよ。じゃあちょっと、あ、でもこれなんか嫌だな。嫌なんで、ちょっとちゃんとして俺の声だけでちょっとベルトつけて変身してみたいと思います。変身。ファイヤー、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 ファイヤチェック、チェック、チェック。ということで、すみません、グダグダで、すみません。なんかね、俺の声があんまり認識されないんですよね。というわけで、まあとりあえず一通りの変身の遊びはできたんで、よかったんじゃないかなというふうに思いまする。はい。まあ、買った方はね、ぜひ遊んでみてください。まだね、いろいろセリフとかいろいろあるんですけれども、ちょっとね、動画にすると長くなっちゃうんで、この辺でちょっと終わりにさせていただきたいと思います。というわけでね、まあ、プレミアムバンダイさんがデラックス、コンセルのデルタキアが届いたよという動画でございました。12月にね、なんかコンセルのイベントが秋葉原であるらしいんで、それにちょっと行きたいと思います。はい、楽しみですね。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ